ナイナイのコーナーです。ちびっこギャングです。どうも。今日はね、あの女子校のあれだったかな、校歌歌うコーナー、ね、だからちょっといつものあのゆうにゃん特有なね、ねえ元気がないよ、何を喋っても聞いてもらえないあれた時間で、なんだかあのなんかリラックスしてできるね、うん、女の子ほっぺた赤くしてんじゃないよおい頼むよ。じゃあ早速今日もさあ行ってみましょうか、はい、行ってみよう、はい、今日狙われるおにゃんこは、はい、深川智子。智子ちゃんどうぞ。こんにちは。どうも。今日は早速生贄なんだけども怖いかい。可愛い子。あ、可愛い子。可愛い子。可愛い子が好きなの？年下が好みなのかな？一個上がいい。一個上かもないです。タレントではどういうタイプの人が好き？いませんです。いない。あ、本当。あのお世辞でもちびっこギャングとか言ってくれると盛り上がるんだけどね。そうですね。はい、はい、そうですね。はい、はい、はい。さあ、それでは行ってみましょう。行ってみよう。一番が傑作なんだよ、今日。ちびっこギャングの僕に似ている鈴木康彦。お前似てる。お前ノリまで似てるよ。なんか関西風のノリしてるだろ。うちの相棒もそうだ。おいちょっとお前ら並んでみ並んでみ、せーの、いや似てる。お前似てるな。ちびっこギャングの大ちゃんです。かんちゃんです。すげえな。お前あれかい。おとなしくしろよ少しは。お前人間のクズみたいなやつだな。お前あのちびっこギャングのさ、お前ファンか。もう最高。本当に？じゃあ俺たちのネタとかも知ってる？完璧。本当だな。オッケー。じゃあちょっとやってみるぜ。よし、なんとか今日お前が深川を抱けるように3人で早速手を打とう。お、分かってんじゃん。分かってんじゃんこいつ。最高。じゃあよ、どうしても深川が抱きてえつんだったらな、俺に多少お金持たせろよ。少し俺に金握らせたらなんとかしてやる。ナイスショットよ。ナイスショットよ。ナイスショットよ。20円で何すんだよお前は。お前タレントだぜ。ポンとお金だ。金のすごい持ってた。ゴー。この金じゃないよお前。いいなぁ、いいなぁ。最高、最高だよねえ。じゃああれだ、金つっても俺が言ってんだ。紙幣だよ紙幣。とぼけてんじゃねえかお前。いいのにしてやろう。はい、じゃあ、一番の鈴木君はね、はい、席についててください。はい、はい、どうもありがとう。なかなか似てるよね。似てますね。似てるよ。お前に似てるの出てきゃいいんじゃない。俺に出てきましたね。かっちゃんでーす。いやお前やめろって言うの。やめろって。お前そこ座ってろよ。座ってるっすね。じゃあ早速2番いってみようか。2番の子、はい、調子に乗ってんじゃないよお前は。お前が座るんだよ。座ってけ。とんでもないやつがいますね。いや似てたわ。さあ2番いこう。最後ダブルに似てる南優吾。優吾かっこいいな。出身どこだ。出身千葉県。そうだいい、かっこいいよ。いいよ。よし、今お前何も聞くことないよ。座ってろ。はい、3番行こう。はい、食いしん坊万歳に似ている畑秀和。どうぞ。来たよーし。俺はなんか友達かなんかだな。こいつは食いしん坊万歳、絶対将来出てくるね。梅宮達夫なんか抜いちゃうよな。分かってるな、食いしん坊万歳な。ちょっとじゃあ、刺身を食べて、俺はいけますねってやつで、はい、これはいけますね。はい、どうもありがとう。いやー、今日はこれは実践だね。おかしいわ、今日は。分かんないね。はい、じゃあ特技行ってみよう。特技行ってみよう。じゃあ1番。おい、カズちゃん、来い。はい。神です。大ちゃんです。簡単です。いいねいいね、俺好きだよお前が。しらけただろほら。いつまでもなんかも来ると思って。じゃあ今日は何を作るのかネタ。少年隊の仮面武道会踊り。えまず俺たちの俺たち。じゃあ行ってみようよ。カツお前ポイント高いぞ。いいなぁお前。相棒かよ相棒。お前、俺はお前後でちょっと事務所に連絡してあるから。今日マネージャーしてるから。いっそエクスタシー。ニューヨーク、ニューヨーク。はい、こいつマジで怒ってるよ。さあ2番行こう。お前もダメだ。2番行こう。おいし、おい最後。俺はお前のルックスだけでポイント高いからな。会場お前が出てきただけでガーッからな。ネタなんだ今日は。はい、ボディービル。いいな。いいなおいおい。ボディービル。よし、じゃあ行ってみよう。
それも脱げ、ランニング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 も脱げ、なんで？ノーノー、じゃあちょっとやってみよう、ボディいけ、イエイ。お前臭いぞ、簡単に攻めではない、なんか臭いぞ、お前ここだ、要はこの腹、これが上行くボディビル。お前なんか言ってやるよ、お前やり台で番組の最後までやってろ、お前朝までやってろ。さあ、そしてタマイゴ、タマイってよ、食いしん坊バンザイ行こう。さあ、かわいいな。何やるんだ。ほんとね、お前昔ロボタン出てなかった。ロボタンみたいなやつだと思ったけど、何やるの。お医者さんやります。お医者さん、マイクいるか。いない、いない。じゃあ、お医者さんです、どうぞ。ここですね、やはり傷んでます。平常ですね。なんだかよくわかん、俺はなんてフォローしていいかわからん。俺はお前のこと好きだけど、なんて言っていいかわからんよ。もうそれだけ他には、うん、もう一つある。じゃあもう一つ行こう。上手。サメだろ。よし、分かった、どうぞ。いや、いいな。お前のこと好きだけどな。いいよ、もうちょっと練ってこい。いや、勇気あるよ、この芸で来るんだもん。まあ大したもんだな、食いしん坊万歳だね。よし、分かった、はい、おい、さやってるか。どうだ、お前目がとろんとして、いつに行ってんじゃないか、お前。大丈夫か。正面見てる。さあ行ってみよう。さあ今日はゲームを中止です。で、ね、じゃあ3人の芸を見て、今日は結構いい子来てるだろう。ね、男性をどうぞ、はい、うん、選んでもらおう、はい、どうぞ、行って。このちびっこギャングのコーナーにちびっこギャングのネタを覚えてやってくるお前のその精神が良かった。そうですよね。どれが良かった？モノマネが上手だ。モノマネが上手だった。一気に似てるって言われます。お前調子に乗ってないか、お前ちょっと。お前調子に乗って。はい、じゃあ早速さ、写真撮ろう。あのさ、大抵コール行ってみようか。はい、じゃあ皆さん大抵コール。大抵コールどうぞ。笑う。はい、感想どう、感想。嬉しいだろ。じゃあちびっこギャングついてこいよ。はい、さあお前は朝までやってろ。朝やってろ。ということで、ちびってニャニャでした。はい、そういうわけで、そこなのが誠、リコール運動友の会で、リコールのハガキがですね、もう来てます、こんなにね、1万通が目標でございまして、現在2500枚というわけでございまして、ぐんぐん来てますよ。そう、いいじゃない、いいじゃないって。もしかするとさ、うん、今のあのやり台に登ってるやつみたいに俺は浮いてるって言ったわけ。いや、まあね、だけどそれなりのだからね、人気は掴んだと思いますよ。あのね、はっきり言ってね、オーストラリア行ってる間にね、あの TBS で俺はビデオを撮ったわけだ、ビデオ。何の？休んでる間のだよ、出演料があるから。ああ、なるほどね。あ、律儀だ、そういうとこは。これ流さなかったでしょ。ああ、だから押してたでしょ、だって。押してる関係ないでしょ、だって。押したらやっぱり本人いないんだもん、やっぱカットされるでしょ、後藤。後藤って。今週それを流せ。流せって、だって。VTR スタート。いやいや、ほら、出ないもん、ほら。後藤出ないもん、もう一回。ほら、時間がかかってるじゃん。マジ。まあ、ね。俺のコーナーなんだか分かんないよ。そういうもんでしょ、だって。嫌われ者のコーナーってはそういうもんでしょ。分かってる。一般ほら、ああいうとこもほら、憎み、もう怨念ね、すごい、お前はすでに死んでるとか、すごいハガキがあるもんな。意味が通じねえやつが死んでたら出てこれねえじゃないか、バカ野郎。これ見てみろよ。え、何？これ間違い見つけた、うん、何？橋爪剛、うんうん、群馬県、うん、どうしたの？トコナメが、うん、ユーニャンは、うん、若者のテレビなんだよって、この若者のものって言って、ちょっと見てくれ。ちょっとアップでじゃ、若者のバカ橋爪てめえはバカだ、死ねバカやろおめえなんか。あ、それは完全に投書されるな。うるせえバカ、字間違ったやつはな、投書受け付けないことに今日からしたんだ。決めたんだ、ま、これなんだ。それからこれ何それ、え、炙り出し、炙り出し、うわ古い、炙り出し、今時古いなこれ。え、みかんの汁かなんかだ。お前な、あ、炙り出しっていうのはな、もらった方が炙って、それで何かなって、最初から炙ってあったら何もなんねえじゃない。いや、怒んない怒んない。あのね、ちゃんとね、激励のハガキも来てます。アップしてください。ほら、こんなに激励してます。ほら、常滑川さん、頑張ってくれてない。頑張るのやめろとか、激励が何でも、応援のハガキお待ちしてまーす。また笑ってくれた。すぐそうだ、若い野郎。